こんにちは。東京都渋谷区恵比寿で開業しています橋本歯科橋本です。この歯は右の下奥歯6歳臼歯と言われる、第1第9歯になります。そして歯茎が腫れ、破切してしまっているためですね、破切線がここに見えると思いますが、この部分が破切してしまっています。そして神経を取られた後の歯なので、これだけ大きく削られほとんどなくなってしまっています。この辺はもう薄くなっています。通常このような歯は抜歯ということになります。つまり歯医者が歯を抜かなければ歯がなくならないはずです。自然に取れる歯だけでしたらかなり数が多く残されるということです。そして中はこのように細菌の塊であるプラークと膿というものがあります。当然抜歯すればこの歯がなくなるわけですから解決するわけです。しかしその後次の問題が起こるわけです。それは歯を入れるということ、何を入れるのかということ、そして入れ歯なのかインプラントなのかというまた次の問題、そしてどのぐらい持つんでしょうか、いくらかかるんでしょうかということになります。ですから私はこの歯を残す努力、治療を行います。通常このような歯はラバーダムというゴムのシートをするのですが、それがかからなければ抜歯という判断をされます。破切していると抜歯という判断がされます。しかし手が骨折したら手を取るでしょうか、足が折れたら足を取るのでしょうか。医療と歯科というのは全く違うということを私も勉強しました。歯科というのは医療の分野ではないということです。口の中の病気、それは医療です。治すことですから医学部でも教育しているわけです。しかし詰めること、そして抜歯に関しては医学部の講義にはないはずです。どう抜いたらいいのか、どう削ったらいいのか、入れ歯の材質はなんて講義はないわけです。つまりそれは医療ではないということを私も数年前までは全く知りませんでした。しかしその考えをきちっと頭に入れれば抜く歯はなくなるはずです。体の一部、そしてあなたの大切な歯の一部を残す努力、それが私の自由診療と考えています。削って高い歯を入れる、白い歯を入れる、歯を白くする美容外科のようなことを自由診療とは考えておりません。あなたが残したいという希望を最大限努力する、それが私の自由診療という考えです。歯でお悩みの方、抜歯と言われた方、この歯をどう考えてどう捉えていくかということを一緒に話し合い相談し決めていけば一番の解決策ではないでしょうか。人工物を入れることは治療ではありません。修理です。お悩みの方は橋本歯科までどうぞ。